はい、皆さんこんにちは。チャンネルダットのお時間です。大樹です。チリです。ゆきやです。ゆうこです。はい、よろしくお願いします。今日はですね、久々の、お客様のお店のご紹介をさせていただきたいなと思って、で、こちら何かというといろはさんですね。居酒屋いろはさん、はい、こちらのお店のね、取材をしたいなと。これどこかというと、あれです。わかるかな、この画角でもうちょっとなくなっちゃったんですけど、1階は元ローソンで、昔うちが、あの動画貼っときますけど、龍庵っていう店があって、ライブさせてもらった店の、そうライブやりました。オーナーさんが変わって新しくなった居酒屋さんです。前のオーナーさんとかも関係なくて、今違う人が経営されてて、もともとね、あの料理人やってた方が、あの今経営されてるんで、で最近ちょっと卵買ってくれるのだったんで、今日はね取らせていただこうかなと。まだねここ、オーナーさんが変わったこと知らない人がいるから、うちのチャンネルの人でも知ってもらおうと思って、今日は撮っていきたいなと思います。はい、はい、中身はこんな感じ。営業中、いろは、はい、そういうわけで店内に映ってまいりました。はい、どうですか、前リュウアンさんと全然雰囲気ちょっと違って、すごい、もっとさらに綺麗になってね。そうだよね、はい、そうなんですよ。カラオケも歌えて、で、お店の情報を言うと、とりあえず今は毎週水曜日休みです。たまにその祭日とか絡んだ時に休みがずれることあるかもしれないですけども、基本水曜日休みで、夕方18時からオープンで、まあ12時まででしたっけ。12時ラストだ。12時ラスト、1時までだ。そうですね。はい。後であの店主さんたちにも、出てもらおうと思ってますんで。はい。じゃあなんか頼んでいきましょうよ。はい。とりあえず飲み物頼みましょうよ。今日もお疲れ様でした。はい。お疲れ様です。はい。クリームお疲れ。お疲れ。クリームお疲れ。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなにしっとり作れるもの。ね、美味しい。うん。笑ってるし。自家製肉味噌パリパリ。オーナーの勝也くんです。いぶりがっこクリームチーズ。いぶりがっこ、はい。あと、わかめの唐揚げ。わかめの唐揚げと、はい、麻薬卵。麻薬卵何個頼みます？麻薬卵が一応2個ついてて半分に切ってるので、はい、一応4個漬けにはなってるんですけど。とりあえず1個でいいんじゃない？もう一つで、はい。はい、お店の看板娘のアスカさんです。アスカさんです。はい、アスカです。ね、どんなお店ですか、ここは。ここは、でもアットホームなお店かなって。そうですよね、はい、カラオケも歌えるんですよね。あの100円で、100円でね、はい、歌えるんでね。で、はい、音もいいしね。音も割といいですね。このお二人、勝也くんとアスカちゃんは両方とも歌うまいんで、あのチャンスがあったら聞かせてもらうといいと思いますね。恥ずかしいね。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして今日はね、俺の知ってるお客様がいて、今聞いたら顔出しオッケーだって言うんで、タッティさん。あ、どうもどうも、こんばんは。あ、お疲れ様です。お願いします。はい、常連さん枠でね、今日は来ていただいて、いつも大事なんでお世話になって。どうですか、このお店。あ、もう最高にお酒も美味しいし、うん、つまみも美味しいし、うん、ご飯も美味しいし、もう言うことなしです本当に。ね、結構他のお店で広めてくれてるんでしょ。あ、そうです、そうです。まあいろんな人をここに広めたいなっていうふうに思っておりますので、ね、うちのチャンネルも見ていただいてありがとうございます。本当に麻薬卵来ました。うちの卵使っていただいて、あ、煙が。煙が。あ、島さんとこの卵食べるの初めて。そう、あ、ちょっと、あ、また持ってくればよかったね。忘れてた、またごめんね。持って、じゃあちょっと代表してゆうこさん。実食。ゆうこさん実食してみてください。いいですか。はい、実食してください。ゆうこさん食わず嫌いです。ミュージックをつけてほしい。ちょっとね、濃いめな感じでね、お酒のあてにいい感じです。これって巻いて食べるんですか。巻いて食べます、巻いて食べます。こういう感じ。韓国で流行ったやつよね。はい、行きますよ。あ、美味しそう。
うん、うん、これはすごい癖になるやつだね。あ、そうそうそう、ニラが効いてて、そう、私初めて食べました。そう、でも流行ってるんですよね、YouTube とかでいっぱい。どうやって作るんだろう。いっぱい出てますよ、YouTube に。いっぱい出てる、うん、すごい美味しい。よかった、美味しい、いただきました。あー、すごい、ね、おー、サーモンすごい。さすがでございます。これは取りたい。お、みんなシャメタイムス。じゃあ、ジュリさん、行ってみてください。すいません、崩さないようにします。いいよ、崩しても。サーモン好きだからよかった、ね、やった。サーモンなんだもん。わさびいらないね、子供なの。どう？ダメ、でもめっちゃ美味しいです。あ、めっちゃ美味しい、いただきました。ありがとうございます。新しい。ラーメンとかできました。これはぼんじりと。ぼんじりが3本、こちらつくねが4本ですね。で、こちらの辛味噌がついてるので、お好みでお召し上がりください。はい、じゃあ、ジュキヤさん行ってみようか。あ、うっ、はい、そしたら、じゃあ僕一押しの。一押しの。つくねで。つくねで。はい。これね、値段めっちゃ安いんですよ。もうめちゃくちゃ破格。ね。なんでこんな安いんすか、値段。で、安くしないと勝てないもんって他に。本当ね、めっちゃ安いんですよね。さっきメニュー出したと思うけど、ケースで言ってますけど、でも味でも勝ってますから。味でも勝ってるよね。で、そのなんとお値段70円です。これ1本70円。1本70円。今の焼き鳥で70円なんて値段ないんですからね。じゃあちょっと辛味噌つけていただいて、はい、いただきます。うまっ。うまいよね、うん、70円考えられないよね。いっぱい頼んでください、皆さん。これ見て食べたいでしょ、みんな。多分もう食べたくなってるはずです、動画見てる人。ほい、これですよ。これですよ。これね、わかめの天唐揚げ、天ぷら、唐揚げ、唐揚げですね。で、お好みでこちら山椒ポン酢かわさびのお塩なんですけど。山椒ポン酢初めて聞いた。お好みで。はい。あ、これ作れるよね。作れると思う、多分。もう俺も見たことないっす、ね、見たことないっす。まあ俺も実は食べたことないんで、あと食べてみようかな。いただきます。はい。うん、音、音、うん、音、音、すごくないっすか。すげえ美味しそうな顔してる。笑ってるけど。すげえ美味しそうな顔してるよ。美味しいよ、美味しいよ。何これ。なんか海の味と天ぷらのパリパリが融合して、ちょっと遠くでも笑ってしてるけど、ほんと美味しいね。何これ。これ考えた人天才。いや、もう天才なんですよ、この人は。本当にわかめの天ぷらですよ、これ。皆さん、なんじゃこれ。これすごいすごい。食べたことないよ。もずくの天ぷらを初めて食べた時以上の感動。ああ、ちゃんとわかめの香りがするんで。めっちゃしますよね。うんうん、食べてみて。タコ唐揚げになります。はい、ああ、これも美味しい。タコ唐揚げ、揚げたて熱いんで。熱いよ。俺だってこれでご飯セットもね、お願いしたらやってくれるんですよ。で、あとね、あそこにね、お味噌汁も無料で置いてあるんで。え、そうなの。そうなんですよ。聞いてないよ。お味噌汁もあるんでね。今日アサリの味噌汁。今日アサリの味噌汁です。じゃあ、どう、タコ、タコ、ほら、ジュリさん、タコ、どっちでも。タコ。あ、いやいや、ジュリさん、タコ、はい、タコ食べて。全部デビュー、せっかくだから頼んだ料理は全部デビューしよう。これはあれですよね、なんか初手で、あのレモンを絞ると、あのレモンハラスメントみたいな。はい、今日話もした、あの不適切にも程があるじゃないですか。あるからね。なんでこのままちょっとストレートでいかせていただきます、はい、でもすっげー揚げたてほぼ罰ゲームや。罰ゲームや、熱いからな。でも俺これでご飯食えるぐらい美味しかった、マジで、はい、じゃあちょっとマヨだけちょっとかけさせていただきます、はいはい、いただきます。おーい、あ、うわ、ほんとにほんと熱い。でもね、プリプリなのこのタコが、マジでびっくりする。うん、なんかその揚げ物とかってやっぱ料理人の感覚とかさ、そういうのが反映するもんだからさ、すごいなと思いますよ。はい、はい、夢に学校、夢に学校来ましたよ。そのままでも美味しいんですけど、お好みで蜂蜜かマスタードつけて。はい、よし、じゃあジュリーさん、夢に学校行ってみようか。よいしょ。マジで夢に学校のクリームチーズ、ハニーマスタードみたいな感じで食うと、ハニーマスタードめっちゃうまいよね。ビアボーリーうまい。一回そのままでいい。そのままでいいよ、全然一回そのままで。その後、ジュキヤがハニーマスタードで。あ、秋田の誇る県民食、イベリ学校。どうだい。なんか、めっちゃいいって感じ。食レポって難しいでしょ。難しい、難しい。
あ、これエビですね。こちらは辛い入れにお使いください。あと、替えのお手拭きこちらで失礼します。じゃあ、ジュキオさん、ハニーマスタード、ハニーマスタード、ハニーマスタードちょっと乗っけて、ちょっと多分間違えたわ。でも乗っけて、マスタードじゃない、蜂蜜、ハニー、蜂蜜ね、蜂蜜つけて、はい、いただきます。蜂蜜まで出してくれるところはなかなかないんですね。ないと思う、うん、お好みです。そのままでも全然、あ、もちろんもちろん、うん、すぐ噛み締めて、はい、続けてパリパリピーマンですよ。あ、これです。これね、美味しいですよ。これね、パリパリ肉味噌自家製のやつ、冷たいピーマンのやつ、お店で、お店で締めたピーマンのね、そうですね、氷水でキュッと、氷水でキュッと締めたのを、特製の味噌ダレのお肉、肉味噌ダレ、これ、あの、ジュニアさん食べ方教えてください。教えてください。了解です。まあ、あの、キンキンに冷えたやつに肉味噌を、これ流行ってるんですね。あ、そうなんだ、うん、乗っけて、乗っけて、ちょっと多めに乗っけるぐらいが、あの、根元に差し込むのが難しいんで、ちょっと先、先端ジュキヤさんはね、これに、これです、これなんですよ。追いマヨネーズ、あの、追いマヨネーズ、はい、ジュキヤさんは追いマヨネーズをこれでつけて、これで追いマヨかけて、で、これでもいい音、うまいよね、うん、パリパリって音がした。もううまいの分かる、伝わってくるよ。うん、わかりやすい。うん、まっ、タマネギステーキが来ました、はい、これですね。ありがとうございます。で、笹鎌さんがタマネギステーキを試食します。よろしくお願いします。はい、タマネギステーキ、いや、マジ美味しいよ。タマネギのステーキって、タマネギのステーキね、珍しいっすよね。そうだね、なかなか食べることないっすね。ないよね。玉ねぎ好きなんで、ああ、いいよ、絶対これね、ソース美味しいから、マジ、ソースいっぱいつけて、うん、どうすか、これっすね、なんか玉ねぎの、うん、なんか臭み的なのが全然なくて、あ、全然ないよね。食べやすいし、あの、単純に美味しいです。そうだよね。はい、笹鎌さんの、笹鎌さんのレポートでした。はい、今日はね、あの、特別に俺が辛味噌好きだっつって言ったら辛味噌ラーメンを今日用意してくれて、こういうね、いろいろラーメンとかね、いろんな、この間も塩ラーメンあったりとか、結構辛いっすか、おすすめいろいろあるんで、このラーメンをじゃあまずちょっとゆうこさんの前は持っててもらっていいですか。あ、2つ来たんで、あ、2つも来たんですか、うん、じゃあそっちゆうこさんの前に、はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。いいよ、でもその方がいいから、そのまま一回行っちゃってもらって、じゃあ味噌のいい香りがすごい、ね、本当に、うん、自家製でブレンドした味噌なんで、あ、本当ですか、はい、え、まあまあ辛いです。ゆうこさん、あの、錦糸町の中本デビューしたからね。そう、中本デビュー、辛いもいけるんでね。中本、でもそんなに辛くないよね。あ、いやいきますか。はい、お願いします。え、これ前情報としてこれ特別な、特別に作ってもらって、怖いやつじゃん。今日本当にあの、急遽メニューに入ったっていう、なんか、むせてなんか出ちゃったりしたらごめんなさいね。失礼します。はい、見せられないよ。あ、じゃあ麺に行った方がいいですね。そうですね。特別注文ってすごくないですか。特別で作ってくれたんですよ。すごいね。あ、どうですか。うん、あ、でも食べれる、食べれる、なんでそれ。あの、いや、すごい辛いんだってこと、もっと辛いのか。あ、そういうことか、そういうことか。そうね、辛さで言ったら普通の人でもいけるような。美味しい美味しい美味しい。味変で山椒と、あ、すごい旨辛、旨辛、旨辛。じゃ、ジュキヤさんちょっと俺も食べるから取ってみて。あ、俺も初めから一口いったら味変でいくんで、これ俺辛いの好きなんで、本当に。うーん、いただきます。あ、うまっ。あ、でも、あ、結構辛いよ、思ったより。それ辛いのが上にあるやつまとめて進んだからじゃないですか。うまい。もうゆうこさんの絵見てもらったから、うん、俺も味変で山椒入れて、いいですね、入れてます。めっちゃ入れる。山椒めっちゃ入れる。辛いよ、辛い。
食べてみる。美味しい。いただきます。ダメ？苦手？いや、頑張って。美味しい、美味しい。顔真っ赤になりそう。うん、うまっ。チャーシューもめっちゃうまそうっすよね。めっちゃうまい。うん、うまっ。なにこれ、うまっ。でも本当にここ皆さん絶対一回来て、うん、あの仲良くなって、あのやってるお二人と勝也君と飛鳥ちゃんと仲良くなって、こういうわがままが聞けるような関係になって作ってもらったら、まず本当美味しいものいっぱい食べれると思うんで、ぜひね使ってほしいな。この後はもうみんなで今日打ち上げも兼ねてるんで食べていきたいんで、ここで締めたいと思いますけども、ぜひ鶴ヶ島市にある概要欄に貼っとくんで見ていただいて、ぜひこの居酒屋いろはにね、皆さんお越しください。よろしくお願いします。本当に美味しいし、いいお店なんで、はい、そんなわけでチャンネル登録と高評価もお願いします。また皆さん、こういう紹介動画も撮っていくんで見てみてください。ありがとうございます。